沢口よ、これは。あそこに青いタヌキのようなロボットがいる。通行人が不審になることなく街中に普通に溶け込んでる。これは事件だわ。様子を見てみましょう。どこでもドア、ドアの向こうに消えてった。あっちから見るからにバカっぽい少年がやってくるわ。ねえおばさん、ドラえもん見なかった？おばさん、やかましいわ。さっきのタヌキを知ってるの？ドラえもんだよ。あら、どこでもドアだ。そうだ、しずかちゃんに用があったんだ。しずかちゃん、のび太さんのエッチ。あなたは被害者ね。全くだよ。しずかちゃんってさ、いつでも風呂に入って、多分バカなんだね。だと思う。もう一回だ。しずかちゃん。あら、のび太さん。ねえ、ドラえもんに面白い道具をもらったんだ。一緒に遊ぼうよ。いいわね。スネ夫さんとたけしさんも誘いましょう。事件だわ。しずかちゃんは女子の友達がいないわ。ねえ、のび太くんだっけ？さっきのタヌキどこ行ったのか知らない？ああ、ドラえもんだったらメルカリに出しといたよ。結構みんなやってるけどな、キテレツとかも。ああ、キテレツが我が輩をメルカリに出すなり。何か聞こえたような気がする。最近は残酷なのね。あ、さっきのタヌキがいたわ。あー、みーちゃん、かわいいね。ネズミちょっと不安定よ。あなたを科捜研で調べます。来てください。怖いよ怖いよ。そうだ、これで逃げちゃおう。タケコプター、それ。どういうこと？頭皮と首の筋肉だけで科捜研ができるなんて、これはドローンかも。